皆さんこんにちは、個別指導塾キャスティックショーの小林です。中橋です。はい、今日のテーマは文系理系&偏差値別志望校選びに迷ったらまずは目指してほしい大学を一挙紹介やってみたいと思います。はいはい、というわけでまずね、文系と理系に分けますから、もう前半を申し訳ないですけど文系の話にさせてもらって、はい、で後半理系の話します。なのでまあ適当に飛ばしたりしてもらっても構いません。でまず偏差値なんですけど、今皆さんおそらく志望校に迷っているということは、まあ高2高1、まあ、または中学生だと思うんですね。なのでまあ高1の、まあ、河合塾の前頭模試、なしは高2の前頭模試で、おおよそですよ、おおよそこの偏差値の人だったらまずこの辺見てみたらっていうアドバイスです。そうですね、別にだからそれ以上の大学を諦めろとか、それ以下を受けるなとかそういうこと言ってるわけじゃなくて、志望校選ぶに悩んだらその大学のホームページとかで見てみて、あ、こんな学部あるんだ、じゃあオープンキャンパス行ってみようかなとか、そのための話なんで、別に諦めるとか受かるとか受からないとかそういう話じゃないですからね。はい、まず目安として見てみたということでございます。じゃあまず偏差値、文系、はい、65から65から、はい、最初お話ししていこうと思います。まあ、65以上ある方って感じですかね、はい、最初は、まあ、やっぱりね、基本的にはこの方辺だと東大が目指せるラインになっていくのかなと思うんですよ。まあ東大、まあ、偏差値67.5です一応で、まあ、あとは、まあ、もしくは、まあ、僕は京大を一応考えてもらった方がいいのかなと思っていて、そのまあ両方とも偏差値としては 67.5 ぐらいなんですけれども、まあ、科目が変わるわけじゃないですか、はい、だからその自分は東大で何かやりたいのか京大でやりたいのかっていうのを見比べてもらって、まあそれで、まあ、ぶっちゃけ京大でもできるなっていうのであれば科目は減らせるんで、うん、そっちの方がいいのかなみたいなところもあるんですよね。そうですね、うん、特に文系の場合は、まあ、多分研究者になるって人はあんま多くないじゃないですか、うん、ってなると例えばね、まあ、経済なら経済、ね、法学部なら法学部、うん、まあ、文学部文学部、まあ、細かくね強み違うんですけど、うん、まあ、ただね今まだ悩んでる段階でしょ、うん、であればそもそも社会2個でいくのか1個でいくのかっていうのを決断するっていうのがこの子たちには大事かもしれないですね。そうですね、うん、はい、じゃあ次で、次はまあ偏差値60はあるよっていう方、まあ、だ60から60の間ぐらいにいる人って感じですよね、うん、だ別にね、東大とか目指したきゃ目指していいんですよ。そうそう、ただ悩んでる人ね、悩んでるならっていうことですからね、うん、でまずこの方の中で、まあ、正直文系だとたまにやっちゃうのが、まあ、60以上あるんだけど、いやそもそも英語とか国語が67ぐらいあるんですよと、うん、数学が極端に低いんですよっていう方、そういう方もこういう方は、まあ、早期でいいんじゃないかなと思います。あ、逆にね、早い段階で、うん、まあ、私立文系型に舵を切る、そうそう、うん、まあ、そうすれば正直相当可能性は高いのかなと思うんで、まあまあかな、まあまあか、まあまあかな、まあもうちょい、まあ、上見てもいいっすよっていうのはありますよね。そうそう、そうなのと、うん、いや今早稲田も強手だしね、まあそうなんですよね、早慶も小論だから分かんない時代なんですよ、はっきり言って、うん、そうだから全然早慶ありっすよ。そうだから例えばそういう人だったら、じゃあある程度文系を固めて、うん、英検準級取りに行くとかね、まあそうですね、うん、確かに、そういうのありだと思うし、多分実力的にもめっちゃ妥当じゃないですか、はい、英検準級狙いっていうのが、うん、そう、でも国立だったら、まあ、国立だったら、うん、まあ、北大とかの総合文系とか見ておくと、うん、まあ、偏差値 62.5 なんですけど、うん、まあ、問題的にも正直最初見て目指しやすいじゃないですか。目指しやすい、極端に正直さっき言った東大とか京大とかって目指しても解けないっていうのあると思うんですよ、うん、でもこの辺の偏差値を高2ぐらいで取れてる方だったら、北海道大学の問題って見たらなんとなく、ああこういうものねっていうのは分かりそうなので、ちょうどいいんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、多分今聞いてる人の中には、今偏差値60ねちょいあるのに北大の目標 62.5 で低くないって人いるんだけど、うん、高1とか高2の模試だから、そう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 、そうだ、実際受験生になったら少し下がっちゃうんでね、うん、まあ、そこはまあ前提として話してますよ。はい、はい、で次が55、55、まあ、55だとね、まあ、広島とかが僕結構いいんじゃないかなと思って、まあね、あとはなんかトッキーとか見てほしいけどね、まあ、トッキーとか見る、うん、まあ、それこそ千葉とかも見てもらってもいいのかなと思いますしね。ただね、多分このぐらいの子だと多分部活も結構全力でやりたいとかも多いと思うから、うんうん、そうするとやっぱ時間との兼ね合いもあって広島ぐらい見ておくのもいいかもね。そうですね、まあ、トッキーとか、まあ、金岡千尋って言われるようなところとかを各、まあ、その都道府県とか、まあ、自分の近くにあるようなもので見ていただけるといいんじゃないかなと思いますよね。確かにこのぐらいの子たちだと、うんうん、結構まあ進学校ではあるけれども、例えばめっちゃね東大バンバン受かりますとか、うんうん、キューティーバンバン受かりますって学校じゃない子もいると思うので、結構地域で、まあ、その1番2番の大学を狙っていくと、うん、まあ、イメージは湧きやすいかもしれないね。そうですね、うん、まあ、あとまあなんで今回わざわざ広島っていう風に言ったかっていうと、まあ、大体偏差値 57.5 ぐらいで、まあ、多分ちょうど55ぐらいの子が見るのに、まあ、一番いいレベル帯だっていうことと、ね、まあ、あと問題がやっぱり基本的にその、まあ、受験生が目指しやすい問題なのかなっていう風には思うんですよね、はい、まあ、いわゆる良問って言われやすい部分があるのかなとかっていうところで、まあ、僕としてはいいのかなと思ったんですよね。はい、はい、じゃあ次はまあ偏差値50ぐらいの方っていうことなんですけれども、うん、まあ大体、まあ一つ目安になるのは 5S とかの大学
とかがまあいいのかなっていうところ、まあ、例えば埼玉大とかやっぱ見ていただいてもいいんじゃないかなっていう気はするんですよね。確かにね、まあ、だから、うん、まあごめんなさい、地元民なんですけど、うん、まあ、ザ地元の大学というか、うんうん、そういうところを見てみるのは一つあり、そうですね、なのと逆に今偏差値50ぐらいの子に僕は見てほしいのは、うん、明確に G マーチ、まあ、そうですね、実は G マーチも、うん、まあ、やっぱそうかなと思っていて、あ、まあ、もちろんカンカン同列でもね、まあ、そうですね、G マーチとかその地域の中でちょっと高めぐらいの国公立、まあ、ちょっと首都圏だと別ですけど、それぐらいのところだとそのあたりを見ておいていただけると、まあ、その後の志望校の幅っていうのは広がりやすいかなと思いますよね。そう、しかも特に英検利用を受けられるところがあれば、私立の場合ね、うん、正直英検をね今から高1だったらね頑張って準1級とか取れば、うん、かなりこの辺が現実味を帯びてくるわけですよ。もともと今のままね、なんとなく勉強したらマーチなんてなかなか難しいけど、うん、それが現実になってくるよっていうところであれば、僕は目指す価値あるんじゃないかなと思うから、見てみるというのはいいかなと思いますね。あの、迷っているならですからね、うん、決まってるならその道を進んでください。はい、じゃあ次理系、はい、理系はまずですね、はい、まあ、偏差値65以上あるような方であれば、うん、まあ、基本的にはもちろんこの方たちも東大を狙うか狙わないかっていうことは非常に重要になってくると思うんですが、ただね、多分この人たちが一番悩むのは、まあ、東大か医学部かをやっぱここでちゃんと見るっていうことが大事なのかなっていうふうには思いますよね、はい、ただ志望校選びに迷ってる人だから、うん、迷ってる人に医学部はちょっときつくない、まあまあ、そうですね、まあ、うん、ただ意外と迷った結果、いや医学部の方が良かったわっていう人もいるんですよね。そういう人もいるから、でもまず狙ってほしいって意味では一旦東大でどう、まあそうですね、うん、確かにまず狙ってみれば東大で、ただ東大形式が合わないなとかっていう風になった時に、そう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 、じゃあ京大とか阪大とか考えるのか、まあ医学部考えるのかみたいなのでも、まあ遅くないかもしれないですね。しかも東大のイメージで勉強を継続していれば、うん、まああんまり最後の最後だと間に合わないかもしれないけど、うん、例えばならね、高校3年生になるちょっと前ぐらいに、まあ自分ちょっと医学部行きたいと、うん、やっぱこういう思いもねこう募ってきたと、やりたいこともあるということになれば、うん、まあ方向転換しても、まあ、浮かれるとこあるじゃないですか、全然ね、うん、東大レベルで目指していけばね、そうですね、っていう観点でもまずは東大見てみてもいいんじゃないかなって思いますけどね、はいはい、まあ、確かにそれはそうかもしれないですね、うん、はい、じゃあ次はまあ偏差値60ぐらいの方なんですけれども、まあそうですね、まあ、意外と僕はその、まあ、旧帝大でとかで言うと、まあ、例えばその東北とかを見るっていうのはまず一つあるのかなっていうことと、あとはまあまあ、東工大見ちゃうねっていうのも一つ正直手段かなと思ってます。そうですね、うん、まあ、なんで東工大の方は正直、まあ、難易度としてはやはり高いってされやすいですけど、まあ、共通テストがない分、うん、学習計画は東工大ここで見ておくかどうかで結構変わってしまう部分もあるのかなと思うんですね。そうですね、まあ、ないわけではないんですけど、まあ、ないっていうか、そう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 ないわけではないんですけど、まあ、事実上ないみたいなところもあるので、そう、学習計画を見るときに、はい、まあ、結局東工大とか総計とかの方で考えていくのか、うん、それとも東北大とか北海道大学とかそういう方向性で考えていくのかっていうのは、この辺りで一回見ておいてもいいのかなと思うんですよね。そうですね、ただ志望校選びに迷ってる方に見てほしいだから、まあ、僕としてはあのちょっと東北大ゆくゆく栄養になっちゃうっていうのは置いといてね、うんうん、内容的に東北大とか、まあまあ、阪大とか、うんうん、名古屋大とかこの辺の大学を見ておいてほしいなってイメージが、まあ、そうですね、確かに今、うん、あの理系の偏差値60なので、そうそうそう、ちょっとね東北あたりまで普通に行けるんですよ。そう、北海道とかちょっとね、あの下方だいぶ下になっちゃうんですよね。そう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 、目標としてね、ちょっと分野違うからね理系は、うん、だから分けて話してますからね。そうですね、はい、はい、じゃあ次、まあ、偏差値55あたりだと、うん、まあ、このあたりがまあ北海道とかがいいのかなと思うんですよね、結構ね。そうですね、まあ、北大なんかもいいと思いますし、うん、まあ、あとはどうですかね、まあまあ特技とか、まあそうですね、まあ、北大とか、はい、まあ、それこそ筑波とかも見やすいかなと思いますね。なんで北大と筑波っていうのを挙げたかっていうと、まあ、この2つ総合選抜なんですよ両方も。確かに、うん、でまあ、もちろんね理系でやりたいこと迷ってるわけじゃないですか、やっぱり総合選抜あるところを見ておくっていうのはちょっと無難かなと思ったんですよね。それはそうですね、うん、確かにこの2つぐらい見ておいてもいいかも。そうですね、しかもまあ問題が結構どちらも癖は比較的少ないじゃないですか、うんうん、いい問題ですよ、うん、でやっぱそういったところはまず目指しておいて、で、まあ、もちろんやりたいことが定まってきたら別の大学にできるわけですから、この辺り目指しておけば、うん、まあ、そういう意味ではねこの辺っていうのはいいのかなと思ったんですよね。そうですね、だまだねちょっとね僕の中ではこれぐらいの点数が取れてれば私立にはちょっとね、あのスイッチしないでほしいというか、まあそうですね、国公立狙いでやってほしいなって思いますね。そう、特にやっぱり理系の場合は、うん、国公立狙いにしといた方がより潰しが効くところもあるので、まあそこら辺がいいんじゃないかなっていう気はしますけどね、はい、うん、じゃあまあ、次なんですけれども、
って、まあ、次は偏差値50あたりの子たちなんですけれども、うん、まあ、このあたりも一応国公立見ておいた方がいいんじゃないかなっていうのはまずあって、はい、まあ、それこそ電脳面線とか、まあ、電脳面線来たね。ただね、やっぱちょっとやりたいことの幅がね狭まってしまうかもしれないですけど、うん、まあ、電脳面線として見るのであればありかなっていう感じが逆にするんですよね。そうですね、ただ電脳面線を見ることでいろいろ幅広いから、そう、4つ合体すればそうそうそう、ちょうどね幅が広いんですよ。いい感じに幅が広くて電脳面線全部見ると、あ、でもね逆に偏差値50の子って、うん、そのいい意味でね、うん、そのこれからの伸びしろもあるし方向性も変わってくるじゃん、うん、だから僕電脳名線を激推ししてるだけじゃなくて、うん、あの専門分野の大学をいっぱい見るのがいいと思う。そ う, そ, う そ, うそうですよ ね, そうだから海洋大とかも見た方がいいし、ね、そう海洋大とかはねちょっと思ったんですよ確かに。いろいろ見た、まあ、ちょっと電脳名線中心にいろいろそのね専門性の強い大学を見て、あ、自分でこっちの方向なのかなとかっていうのを気づくのが実はスタートラインというか、うん、なんとなくじゃあ数産やります、物理やりますね、化学やりますって言っても、え、じゃあどうするのって話じゃないです か,、うん、か結局そこで迷っちゃうから、やっぱりまずある程度、あ、自分こっちだなって決めることが大事かもしれないね。そうですね、まあ、本当にまさしくその通りだと思いますね、うん、はい、じゃあ、まあ一応、まあ理系に関しては偏差値45ぐらいまで、まあ、ちょっとあの文系と比べるとね理系の方がちょっと偏差値、まあ、出にくい部分とかがあるので、ちょっとそういったところで見ていくと、まあ、このあたりになるとね、やっぱまあ私立もまあしっかり見てもいいのかなっていうふうに思うんですね、うん、そうですね、だからまあ変な言い方するけど、まずはまあ地元の国公立大学が1個見ていいと思うんですよ。で、地元の国公立大学プラス、まあ、それこそまあ4校台とか、うん、まあ、その辺りをまあ見ておくと志望校っていうのはまあ決めやすいのかなってなって、はい、まあ、4校台だとね、どうしてもちょっと専門性が工学系に偏ってしまうっていうところはあるんですけど、うん、まあ、そうは言っても、まあ、ある程度いろんな幅はあるのかなっていうふうには思いますし、まあ、とりあえずね、何かしらを見るっていうことをしないと話が始まらないので、まあ、そういうところで言うと、まあ、第一志望としてまあ置いておいて無難な大学っていうのも含めて考えると、そのあたりがいいんじゃないかなっていうふうには思うんですね。で、あとはやっぱり結局その国公立っていうのを考えるときに、じゃあ具体的にどこがいいとかっていうので言うと、まあ、例えば僕を挙げようとすると、例えば高知工科大学みたいな感じで、そのある程度学問の幅があるところっていうのをどうしてもこういうところでは行きたくなってしまうわけなんですけど、まあ、ただね、それ以上に理系の大学の場合っていうのは割とまあ地元の国公立大学に行くっていうのも僕は選択肢として入れておいていいと思うんですよね。そうですね、うん、だからそういう意味ではまずその自分の身近な大学を見てみるっていうことがいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと、ね、首都圏の人とかでは難しいかもしれないですけど、うん、でも首都圏の人は逆にやっぱり4校台とかいろいろ見てほ、うん、しいですよ、逆に、うんうん、はい、ということでございます、はい、まあ、なのでね、各文系理系そしてレベル別それぞれの大学ね、紹介しました。別にあのここに受けろって言ってんじゃなくて、もし迷ってしまったりとかいろいろね、まあ、最近オープンキャンパスとかもね、行こうか行こうかな迷ってるような段階であれば、まずちょっと調べてみたらっていうご提案でございますからね、別にここを絶対見なきゃいけないとか、お前はそれ以上の大学受かんないとか、そういうこと言ったわけじゃないですから、はい、ぜひね、そういうところを踏まえて一緒に志望校選びできたらいいかなと思います。はい、個別上塾キャスト体制は現在生徒さんを募集しております。こういった志望校の選定だったりとか受験校の、まあ、アドバイスも積極的にさせておりますので、こういった情報をねしっかりとつかみながら、一人一人オーダーメイドした勉強法のもとで、学習を進めていきたいという方はぜひねお問い合わせください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。